このルアーはバーチカル。ヘタルワサビ18はもう下落として今水深 5.8m でボトムについたら持ち上げてあげるイメージ、しゃくるっていうよりも持ち上げてあげる、で落っことしていく最中に追わせて食わせる、そんなイメージです。こうどうしてもこうメタルジグってこうやっていやこうやって鋭くしゃくんないとって思うんですけど、そんなことは全然いらない、もう手首だけでふわっと持ち上げる、落とす、ふわっと持ち上げる、落とす、これだけ。あの無理にこうしゃくっちゃってもこうやってふわっとやってあげてもそんな変わらないし、逆に無理にしゃくると寝がかりフッキングしちゃうんで、それが一番ダメなんですよ。だからとにかく最初はイメージは持ち上げてあげるだけ、しゃくらずに持ち上げる、持ち上げる、これを集中してやればすぐこの釣りはマスターできる。でいて意外と使いやすい。やっぱりでもこういうシューティングでポーンと打つところで比較的根がかりの多い岬はメタルワサビの18が一番使いやすい。操作がすげえしやすい。根がかりも避けれるし。よし。これいいんじゃん。これ良さそうだな。なんだこれ。何この引きすごいんですけど。アキバス？こういうことか。バレた。まずはメタルワサビもその釣る練習よりも根がかり外す練習、これをまずやった方が絶対いいっすね。もう外すの慣れちゃうとどんなとこでも打てるんで、こういうね岬の先端はね釣り糸がこうやって多いから、今釣り糸引っかかったんですけど外したんですよ。こういうメタルワサビみたいな最もスナックレス性能がメタルの中で高いメタルバイブレーションテールスピンジグよりもスナグレス性能が高い、このメタルワサビを使うのがベスト。しかもシューティングで打てるし、こうやって根がかってもほぐす、そうすると取れる。とにかく根がかるところはメタワサ18、重ければ重いほど外しやすいんで、振り子の原理でふわふわって外してあげれば根がかってこうやってほぐして、これでほぐれない場合でビヨーンって伸びるなと思ったらこれ釣り糸、釣り糸はグッとリフトする、そうすると糸を切ってくるからこうやってね、釣り糸、釣り糸プラス枝、これはね、まあ、よくあることなんで、だいたい枝だけだと取れるんですよ。でも糸絡んじゃうとやっぱどうしても取れないから、糸絡んだ時はあんまりこう水中で糸ぐちゃぐちゃにする前に引っ張って取っちゃう。ショロッキー分かんなかったね今ね、バスがね、いいね。もうね朝だからバスの場合とか分かんなかったし、結構こいつが頂点に向かってビューってきたからバイトがね分からなかった。でも嬉しいね、メタルワサビの 18g いい。フォロージャガ入れてみるか。めちゃ強すぎる。いや、やっぱりここはモアフィネスだよな。8g のメタルワサビ。
え、泥の中来た。おお、かわいいよこれ楽しいね。メタルわさび 8g。 こんなかわいいのが元気にゴゴゴって食ってきた。いや、一番いいバイトだったかもしれない、ゴツって。こう水中でのイメージは基本こうね、リフトアンドフォールを繰り返しててビュッてこう上に上がりますと。でその時に一回水平姿勢になって、その後糸をたるませることによってブーッて若干バックスライドしながらボトムにポンと落ちますと。でそれの繰り返し、また上がって水平姿勢を保ってヒューポンと。で重要なのはやっぱボトムに当たる音、トントントンっていう音がバスにあれなんかあるぞって気づかせるきっかけになる。やっぱりそこがメタルの一番強いところで、このメタルがこれ以上軽くなるとやっぱ音が出なくなる。でも 18g だと出すぎるっていうところで、こういう 8g っていうのが有効になります。アクションはもう基本的に落とす、一旦ボトムにつけて、ボトムについたなと確認したら竿を持ち上げる、でまた落とす、持ち上げる、これはしゃくるんじゃなく持ち上げるぐらいで、張らず緩めずぐらいで落っこどしてあげる。まあ若干緩み気味ぐらいのがいいんですけど、張らず緩めずで落とす、また落とす、でちゃんとボトムにポッてつけてあげる。これをやっぱつけないでまたしゃくり出しちゃうと、やっぱメタルのいいところを失っちゃうんで、ちゃんとボトムに落としてまたしゃくるっていうのを繰り返してやってみてください。そうすると思わぬビッグフィッシュがこんな可愛いルアーで釣れちゃいます。釣れないのかな。かわいいな、これもかわいいバス。メタルわさび 18g、 7m ぐらいできた。今こうゆっくり進んでて、ちょうどブレイクを魚探で移したら一回バックしてあげて、バックしてあげることによりもう一回さっき魚探で移したそのブレイクのとこに戻れるんで、いいとこを通り過ぎたら、あ、ここやりたいなと思ったら一回バックして打ち直す。こういう風にすることによってちゃんとそのブレイクの落ちたところを打ちたいなという時とか、ベイトフィッシュの塊にちゃんとプレゼンテーションしたいなとか、はたまたバスに直接シューティングしたいなっていう時は、ぜひこのエレクのバックを使ってやっていただけたらと思います。このメタルシリーズ、これ全て共通して基本ボトムに当たり続ける、もしくは比較的ねバン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 当たっていく、根掛かりもたくさんする、でそれを外してってやっていくルアーです。なので針、フックを比較的こまめにチェックしてあげてください。ちゃんとなまってないかなとか、ちゃんとかかるかなっていうのと、曲がってないかなっていうのは絶対にチェックすべきです。で、針ケース、僕これ持参してるんですけれども、本当に頻繁に針を変えていけるように僕はフックケース自体を持って、もし針がねダメになってしまった時でもすぐに変えられるようにしてます。
来たで来たで来たで、これでもなんかすげえ引くな、なんだこれ、おでかっ、でかい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 よこいつ、おっしゃメタルわさびの 8g 丸飲みじゃんこれ、やばい外れそう、やばい外れそう、やばいやばいやばい、カウンター危ない、でかっ、危ない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 、やばいカウンター、こい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 、すっよっしゃ取ったねたよ、あ今ハンドランディング一発ミスったけどね、ビヨヨーンって飛んでったもんねよっしゃいい動画になったでしょ、メタルわさび 8g すっげえ重いよこいつ、うわやったぜ、余裕の45オーバーメタワーサーチ。今回ですね、メタル、ノリーズのさまざまな種類のメタルをいろいろこう使い分けていくっていうことで、まあ実際12月の中旬なのにコンスタントにバスがキャッチできたわけですが、こういうね本当にディープを攻めれるルアーがあれば真冬だって全然釣れます。そしてバスフィッシングにオフシーズンというものはありません。ぜひね皆様、まあ確かに非常に寒いですが、コツコツとバスフィッシングに通っていただいて、感動する真冬のビッグバスに出会っていただけたらと思います。